日本の F3 戦闘機開発事業に何やら新しい動きがあったようですよ。ロンドンに本部を置くことで調整しているらしいのです。今回の主題はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発です。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている一方、北欧のスウェーデンも参加するらしいという情報が飛び交っているとか。あたかも F35 戦闘機の開発のようになっているように感じますが、果たして戦闘機の開発に本当に意味があるのでしょうか。新進と呼ばれる X2 戦闘機で、ドローンを AI 操作する方が効率的と思われるので、新進の量産化を検討するべきではないかという意見もあるようですよ。日本が、イギリス、イタリアと3カ国で、次世代戦闘機の開発を進めると発表したのは、2022年12月初旬でした。その後およそ10ヶ月を経過しようとしています。もともと、イギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国では、テンペスト計画という名の次世代戦闘機開発計画を推進していた歴史がありました。実は、日本がそちらへ参画するよう進められていた経緯もあったのです。しかし、当時の日本の次世代戦闘機開発の本命は、従来通り、アメリカと同国企業との共同開発と考えられていました。ですから、誘われたものの、テンペスト計画へ日本が合流するということは、あくまでも、一つの可能性という見方が大半だったのです。実際、日本が主導権を発揮して次世代戦闘機開発を行っていくと唱えていたものの、純国産化では実現できない厳しい現実を考えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのでした。日本の次世代戦闘機は F2 戦闘機の後継機と位置づけられています。この機体は空自が運用しているもので、日本とアメリカの共同開発によって生み出された機体です。2035年に退役開始が予定されているので、それまでに配備することが必須条件になっていました。アメリカは、日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮して、ロッキード・マーチン社が手掛けた F2 ニラプターと F35 ライトニング2という第5世代戦闘機2機の折衷案を提示したと言われています。しかし、アメリカ側の提案は、現在活躍している第5世代戦闘機の延長線上にあるので、日本側は難色を示しました。新型とは言えないわけですからね。可能なら、アメリカが開発中の第6世代戦闘機ニュージェネレーションエアドミナンスの機能が欲しかったのでしょう。空自で運用中の F2 戦闘機は約90機です。代替機となる次世代戦闘機の収益の時期として、前述の通り、2035年を目標にしていましたが、2035年というのは、アメリカのニューとは大きな隔たりがありました。アメリカのニューは、すでにテスト飛行を終えていると、当時の空軍次回補が発言したこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されているのです。日本の予定より5年ほど遅いですね。そのため、アメリカとしては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、約90機しかない日本の次世代戦闘機開発に入を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。要は儲けが少ないと判断したのでしょう。アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まるので、ニューが目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているようです。いずれにしろ、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、今までのような共同開発をしても、互いにメリットが見出せないことが明らかになったので、日本は、別の道を行くことを余儀なくされたということになるでしょうね。そこへ浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流だったのでした。イギリスも、現行の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年という一致が、
日本とイギリスとを急速に結びつける理由になったことは容易に想像できます。つまり、スケジュールを中心にした共通点から、互いにメリットを見出した結果と思われます。また、日本とイギリスとは、地理的条件でも共通点があります。二国とも、島国で、四方を海に囲まれているので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点でも一致していたのです。ただし、現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは事情が異なります。日本は、第5世代機の F35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度保有し、主力として運用する方向です。イギリスは、F35 ライトニング 2A 型は保有せず、あくまでも、現行の主力戦闘機は、第4世代機のユーロファイタータイフーンで行っているので、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるます。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体です。イギリスは160機、イタリアは96機を保有していて、空軍の主力戦闘機になっています。F35 ライトニング2について、イギリスは、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを予算上48機調達しています。前述の通り、A 型は調達していません。イタリアは、空軍が A 型を60機、B 型を15機、海軍は B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バ B 型の調達数を空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうです。となると、日本以上の保有数になるかもしれませんね。こうしてみると、国の経済的規模から考えると、イタリアは、無理をしてユーロファイタータイフーン、F35 ライトニングにともに、多くの数を調達、配備しようと計画しているように感じられます。逆に、イギリスは、F35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、間違いなく、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いているは思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアにスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めていませんでした。最大目標は、開発を通して得られる技術習得と考えられています。しかし、スウェーデンは、2022年2月に正規したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請する状況に追い込まれたのです。トルコの反対で遅れましたが、大筋で加盟の合意を得ていますから、間もなく実現するでしょう。この動きと並行して、スウェーデンが、GCAP にも正式に参画する可能性を示唆されていますが、今のところ目立った動きは伝えられてはいません。2023年8月に他の新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP への参画を希望していると報道されたのです。これには日本が難色を示していると見られているようです。日本とは異なり、イギリスとイタリアは莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリアで GCAP の主管企業であるレオナルド社は、こういった見方を否定しているとか。このため、現時点では、サウジアラビアの GCAP への参画についても不透明です。あくまでも個人的意見ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてほしいと感じます。サウジアラビアは中東の大国なので、東にも西にも影響力が巨大ですからね。